今年人気のあるお人形というものは、この白いお人形の置物を着た、妖魔にも合うようなお人形とかもありますし、昔ながらの古風の、西陣織という金襴を使ったものも皆さん好まれて、お買い上げいただいております。人形業界の方も、コロナの影響がかなりありまして、お店の方もなかなか来づらいっていうことと、おじいちゃんおばあちゃんもなかなか赤ちゃんに会うことができず、寂しい思いをされておりますので、今年は本当にひな祭りというものを家族みんなでお家の中で温かく過ごしていただきたいなと思います。